明日大学がありますんで横浜駅に行きました。今夜の10時です。うわ、反対側のホームにいっぱい人がいて、あいつは何をやってんだみたいな感じでね、こっちを見ております。もうみんなこっちを見なくなりました。変な YouTuber みたいなやつ見方ですよね。大学に行く前に横浜駅周辺のホテルに泊まるというのは、まあ、私の最近の生活ではかなりよくあることで、大学なんて最初入ったばっかりの時はお金なさすぎてね、もうずっと毎日 7,8 キロぐらい歩いて往復通ってたわけですが、まあ、それに比べると随分変わったなと私自身日々感じております。本日はその横浜駅周辺のホテルを一つご紹介します。横浜駅西口はここです。東口も反対にあるんですが、まあ、昔の横浜駅東口です。めちゃくちゃしょぼかったらしいんですね。で今は、まあ、しょぼくはないんですけど、ルミネがあるぐらいでね、そんな、まあ、そごうとかあのバスターミナルとかありますが、駅を出た目の前には、まあ、そんなに、ね、分かりやすく、あ、これ都会だなって感じのものはありません。首都高とかがありますね、横浜駅東口。それに対して西口はこのような立派な造りです、まあ、造りというか目の前にね、こうずらっと巨大な建物が並んでいます。西口から最も立地のいいホテルはこれ横浜、なんだっけな、これベイなんとかホテルとかいう このホテルね、これが多分横浜駅から目の前にある一番いいホテルかなと思うんですが、まあ、いいホテルには今日は泊まりません。安い東横インに泊まります。まあ、あと横浜駅って言ったらこの工事ですね。今もちょうど上でね、クレーンがあのようにして明かりつけて、手前で何かこう物をぶら下げて頑張っているところですけれど、これね、横浜駅はあのサグラダファミリアの異名をもらっておりまして、ずっと工事して終わる気配がないんですよ。もう私がちっちゃい時からずっとなんかどっかしら工事してるらしくてね、一部分が完成したかと思えばもう別のところで工事が始まって、そんな状態だそうです。すごいですよね。またこの上に立派な駅ビルを今建ててるところでしょうか、うん、なんかそんな感じですね。この西口周辺はかなりの繁華街になっています。この高島屋相鉄ジョイナスは、まあ、やっぱりショッピングの楽しいところだと思います。それからあとは食べ物ね、食料品店っていうのも地下にありますけれど、どっちかというとお食事どころ、まあ、そんなの見りゃ分かるか、デパートの上なんて。柄のいいのは横浜駅西口のこの目の前の、まあ、ロータリーというのかな、バス停周辺ぐらいまでで、この高島屋の脇あたりからだんだんと柄が悪くなり始めます。JTB、それがある一方で、その奥はですね、アコム、アイフル、それからプロミス、レイクもあったから、レイクもあります。消費者金融、このようにずらっと一つのあれに並んでいます。これってなんかね、あのアコムで借りた借金をもうあの返しきれない返済金が近づいてきているから、アイフルで借りた金で返して、アイフルで借りた金がもういっぱいになってきたら、次はプロミスで借りた金で返して、レイクでうんぬんぐるぐる回すということを、やるために一つのビルに入る傾向にあるようですね。その左側にはパチンコ屋さんがあってね、僕もこんな感じですよ。まあ、私も最も嫌いなものがたくさん並んでいるようなところですけど、まあ、私が嫌いだというだけで別に悪いものだとは言っていません。その横浜駅西口の前から続くこの雑然としたエリア、まだここから先もずっとね、そんな感じですよ。あっちの方なんかもね、なかなか柄の悪そうなところですが、それを完全に抜け切ったあたりのところにあるのが東横イン横浜駅前だったかな、そんな名前です。横浜駅西口だったでしょうか。ちょっと遠いですよ、こうやって見ていただければ分かりますけどね。横浜駅からね、徒歩10分かな、それぐらいと出ていたはずですね。実際10分ぐらいは見ておくべきかなと思います。横浜駅周辺のホテルってなかなかね、駅の前はないんですよね。さっきの、目の前にある、C なんとかみたいなあのホテルもね、約1万いくらとかするんじゃないのかな。西口側で多分じゃらんとかで予約できる一番安い普通の個室型のホテルは、この間間違えて私が泊まってしまったホテルで、この漫画喫茶マンボウの、まあ、多分裏側のあたりにですね、あるんですけれど、まあ、ちょっともうそこは、まあ、私としてはもう一度泊まりたいとは思わないので、やっぱりそうすると西口側で一番安くて、まあ、7通ったホテルというと東横インになるんですよね。東横インってね、結構駅の間近にある印象ですけれど、横浜駅の場合は遠いです。まあ、それは単純にいい場所が手に入らなかったのか、まあ、それともそこから、ね、価格面でようやく釣り合うポイントなのかはわからないんですが、まあ、ともかく、これだけ歩かなければいけなくて、それでまあようやく、割とまあ世の中の平均的な当たり障りのない、まあまあの安く泊まれるホテルが、まあ、10分歩いたところに1つあるという状態でして、横浜駅周りの宿泊はね、東口にあの京急 EX インってのがあって、そこが私 の, あの個人的なおすすめであり、いつも使っているところなんですが、あの今日はね、そっちももう人気あるんですよね、安いから、ね、もう満室だったんで、そうするとまあ東横インになるのかなと。まあ、このようにね、西口の飲み屋街とかが近いのはいいんですよ。もうこういう風にこうずらっとここもまたね並んでますけれど、これも
多分ね、まあそのいろいろ入ってますけれど、飲食店街とかも多いのでした。こうやって見た感じあんまりありませんからね。多いんですよ、あの辺の裏側には。あのダイエーもこの前まであったのが、あの潰れてとか撤退してしまったんですが、あのその裏は全部そうなっているわけですけれど、その横浜でなんか飲んで帰りに泊まるみたいなのでは、あの東横インは大変便利ですが、しかし一方でまあその何もですね、横浜で用事がないのに東横インまで歩いていくぐらいであれば、根岸線でここから2駅乗って、神奈川県庁横浜市役所だったかな、なんかそういうのがある、関内駅まで移動した方がいいと思います。もしくは伊勢崎長者町駅まで行って、伊勢崎長者町にもまたあの横浜の主要なあの繁華街がありますけれど、そっちの方がねだいぶ値段は安いですね。よし、来ましたよ。信号はまだ青だからね大丈夫ですけど、これが、東横イン横浜駅西口08って書いてあります。8号店って意味なのかな。ここの下にはモスバーガー、それからねラーメン屋さんがあったと思った。結構美味しいラーメン屋だったんですけどね、向こうだったかな。あと、ここ一番屋とかね、いろいろカレー屋とかもあって、食事するところには困らないですね。まあ、あの家系ラーメンみたいなのもあの食べたければ、まあ、これまっすぐ行ったところ、あの横浜駅の西口の方面行っていっぱいありますので、まあ、そんな気にすることはないでしょうね。あとはまあまあこんぐらいかな。シンデレラリバティープランって書いてありますけど、あの深夜12時とかになるとこれね、空きがもしあれば直接そのままホテルに来て、それで4800円とかで泊まれるっていうのもあるんですね。本日のですね、宿泊料金は確か、会員価格で6000円ぐらいだったかな。まあまあしております。でですね、7階なんですが、ちょっと静かにやんないといけないな。まず、私は東横インのクラブカードを持っています。これです。入会金がかかります。1回1000円ぐらいかかるんですよね。その代わり一度入会すればもうそれあとは、支払いは不要。そして、毎回 5% 引きであり、土曜日曜祝日は 20% 引きになります。また会員であると、まあ、少しの特典が、まあ、他にもつき、それから、確か1回泊まるとポイントが1個もらえ、10ポイント貯まると1回分のシングルの無料宿泊券と交換できるなど、これはかなりメリットの大きい、会員カードです。私も最初は使わなかったんですけれど、やはり、あちこち行った時東横インに泊まるという機会はそれなりに多いので、これはねようやく、ちゃんと登録しておいた方がいいなと、結局お金払って作りました。今日は703号室こうだな。こんな引っ張ったりとか、ね、押したりとか場所によって違うんですけど、なんかちょっと広いな。いつもこんなに広くないんですけど、よしちょっと待ってくださいね。東横インというのはこういうこうオレンジ色の穴が開いておりまして、その上に鍵を突き刺す方式です。こうね、でこれを差し込むと照明がつく。まあ実はね、あのボールペンとかでも差し込めばあのつくんですけれど、あの鍵をこう外へ持ち出している間は、この部屋のエアコンとかテレビとかそういったものがつかないようにということで、ああいう、仕組みになっているわけです。まあ、これは多くのホテルにありますけどね。東横インの場合はカードキータイプではなく、いまだにあの通常の鍵を使っていますので、当然このようにぐさっと差し込む方式です。韓国の東横インで、ね、泊まったこともありましたけど、釜山もそんな感じでしたね。あとは東横インの、ね、特徴っていうか、ちょっとなんかね、こうトイレが古いじゃないですけど、なんかトイレのデザインが古いのかな。この交通路、なんか広いな。いつもこんなに東横インの通路広くないんですけど、不思議だね。これですね。なんかね、東横インのトイレってね、全部こんな感じで、ちょっとなんか別に古いトイレじゃないんだけど、デザインも古い気がするんですね。最近のトイレと少し違う気がする。あとこれも東横インの特徴ですね。ボディーソープ、コンディショナー、シャンプーが、備え付けになっていて、これ確か回すにもね、これ補充とかするのも結構こう大変なんですね。これ多分専用の工具でこれこうプスッと刺して、それ補充するわけなんですけど、非常に思うんですけど、ね、これ多分これ盗まれる対策で鍵になってるのかなと思うんですけどね、まあ、盗むんだったら本当にやる人はこれをぐわーっとこう盗むんじゃないかなと思うし、まあ、そんなにあのめちゃくちゃいい石鹸とか使ってるわけじゃない。ですね、でまあ、東横インはね、なんかその本当日によって安かったり値段が結構したりとか全然違う。ちょっと暑いな。冷房ってあんまつけない主義なんですけど、つけるか。安い日は前、新潟さんとね高松行った時、2人でいくら、2人で3800円とか、1人3800円だったかな。もうともかく安いですよね。ツインルームでしたけれど、あのクラブカードを使って2割引きで、それからねやっぱりあの今日はさっき言ったように宿泊料金が、7000円ぐらいでしたけれど、
ほんと日によって違うんですよ。5000円ぐらいで泊まれる日もあるしね。やっぱその混み具合とかによるんですかね。でもこの横浜は結構高いな。前に泊まった時はね、すごい高かったですよ。前はもう確かあの時はね、9000円ぐらいって時もあったな。平日でしたけど、4月のね。これがね、あの館内とかに移動するともう、4000円台とかで普通に泊まれるところありますんで、あんまり横浜駅の西口周辺で宿泊するっていうのはおすすめはしないですね。まあ、それだったらあの東口にさっき言ったね、京急 EXE で、まあ、今度紹介しますけど、私はどっちかってそっちに泊まることが多いな。まあ、この西口の東横インは西口で飲み会とか終わった後に夜にはとてもいいホテルです。あと東横インのね、特徴といえばこれですね、カミソリ、ヒゲ剃りとも言いますけれど、とかそれからどうだった寝巻きね、寝巻き、まあ、こういうものがあの部屋に備え付けてありますね。必要な人は、フロントでチェックインした後も案内されますけどね、チェックインのところの脇にある寝巻き置き場とかこうアメニティ置き場みたいなところから持ってきて、それで、まあ、使うということになります。寝巻き使わない人もいるので、ね、毎回洗濯するのもったいない。確かにその通り。よいしょ。まあ、あとね、東横インの特徴ってのはこれもあるんですよね。仏教聖典だっけな、本が置いてあってね、それからあとは内観について書いてあったと思う。私も内観って知らないですけど、あとこれね、人生を豊かにする内観、内観に興味のある方には、内観についてのテープとカセットデッキを、カセットデッキっていつの言い回しだと思うんですけどね、あのフロントにて無料でお貸しいたしますって書いてあります。内観ってのはもう、まあ、宗教だと思うんですよ多分ね。他の役ってこれも多分これもそうでしょ、違うのかな。東横インフォメーションって書いてありますけど、ああこれは東横インの普通に雑誌か。でもこうなんか書いてありますね。ヌーたちはあの美しい光景に見とれることはない。でもお前たち人間はあれが美しいと感動できるんだ。それが人間の素晴らしさなんだよ。まあ、いや ヌーも見とれてるかもしれないなと思うんですけど、そんなことないかな。マイシャも覚えておいた方が良いことがある。夕日が美しいのは後ろに闇があるからさ。朝日だってその前に闇があるから美しい。闇がなければあの美しさは作られないんだ。このように存在するものはすべて表と裏、光と闇の部分が重ね合っているのさ。美しいことに感動できるお前たちの心が同時に悲しみや苦しみをも作っているのを忘れてはいけないよ。いまいち何を言ってるのかよくわからない。てか そんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、うん、まあでも、こんなにいろいろ雑誌がしっかりしてるんだな。この東横インの開始をちゃんと見たのは初めてですけど、こんなクロスワードパズルとかもあるんだ。暇の時はこれ結構読み応えありそうですね。外国語記事、海外のお客様のため外国記事を掲載していますって書いてあるね。お、アルプス山脈を越えるアリタリア航空の飛行機ですね。これはね、なんとなくそうだろうなと思う。まあ私アリタリアは乗ったことないけど、 BA であのアルプス山脈越えましたんでね、懐かしい。こんな光景、ね、見られましたよ。お、これは天の橋立宮津、結構面白いですね。お、日本語の練習、へえ、こんなのまであるんだ。面白いですね。あのですね、見ていて今分かったんですが、この内観っていうのは私なんかてっきり宗教かなんかなのかなと思ってたんですけど、ここにある仏教聖典とかね書いてあるから、これザ・テスターメントってこれあれでしょ、新約聖書、新改訳って書いてある。多分そうですよね。ニューテスト、あ、そうですか。だから多分新約聖書だと思うんですけど、まあ、とりあえずそういうのはいろんな海外のお客さんのためにも置いてあるということで、内観ってのはなんかあの心理学のやつらしいですね。自分を知ろう、これからの人生のためにっていうことですが、あのこれまでの自分をこう振り返るようなことを内観っていう。なんか東横インに行くとね、この内観をなんかこうプッシュしてる、まあ、もうあれによってですけどね。なんかね、これずっとここにね、こういう風にね書かれると、なんかこうだんだん興味が湧いてくるっていうか、まあ別にやりたいとは思わないんだけど、一体 何をそんなに推してるのかなってすごい気になってくるんでね。あのまだ一回も借りたことないんですけど、ほんと東横に泊まって暇でしょうがない時に多分あれ借りて、あの何なんだろうな、ちょっと聞いてみることはあると思いますね。はい、そんでおはようございます。翌朝になりまして、もうチェックアウトまでねしてしまったんですけれど、東横にはチェックアウトは10時なんですが、その前にですね、なんか言うことがあった。あ、そう、朝食ね、ちょっとね、やることがあってね、食べる時間なかったんですが、9時半まで、朝食の無料サービスがあるんですね。なんでね、それもったいないじゃないかな、無料サービスだと思うかもしれませんが、まあ、東横インのね、朝食は、あの、なんですか、まあ、普通の素泊まりの料金で朝食がついてくるみたいな感じなんで、とても、あの、割がいいんですけれども、まあ、しかし、そんな別に一生懸命食べなきゃいけないほどの朝食でもありません。あの、朝ごはんはですね、まあ、この横浜は特に、まあ、そんなにこう、なんていうのかな、ものすごい多い朝食って感じじゃなかったんですけど、ちょっと、ランクのいい菓子パン食べ放題みたいな感じですかね。とあとコーヒーが無料って感じでした。だからそんな別にあのこう
ご飯ってこういわゆるホテルのバイキングみたいな感じではないんですよ。でそれからバイキング形式のトヨコミもあるんですが、まあ、大体1階の入り口脇のロビーのところですね、ご飯がこうあって味噌汁があって、まあ、簡単なレタスみたいなやつのサラダがあり、あとまあなんか簡単ななんだ、野菜炒めじゃないけどなんかウインナーがあったりね、ハムがあったり、まあ、そんな感じですよ。まあ、そんなに別に一生懸命食べなければならないほどではないんですが、まあ、あの食費の節約にはかなりいいかなと、まあ、そういう感じの朝食で、素泊まりで朝食があの無料でついて、まあ、あの品数は少ないですけれども、全部一通り取ればあのちゃんとしたものになりますから、ここはちょっとそれよりもね、少ない朝食のようでしたけれど、まあ、場所によっても差があるようです。あ、まあそんな感じですかね。東横院のご紹介はこれで終わり、なんかちょっと適当だったかもしれませんが、ある程度はあのお勧めできたと思います。ありがとうございました。